それは数ヶ月前のことである。秀才たちが集う霊峰学園の生徒会長である山田大輝は突如謎の力によって生徒たちを操り、近隣高校を恐怖と混乱に陥れるという出来事があった。山田はその騒動の後人知れず姿を消した。その騒動の当事者となった霊峰学園には各校から恐れられた霊、その男の名は小林。彼は山田の配下として、小林は一体何を企んでいるのだろうか。その答えは見つからないまま、国王は小林に呼び出された。生かすぜ小林さん。続きから、はじめから、さらわれる主人公の名前を決めてください。さらわれる主人公の性別は、小林さんへの思いは、小林さんへの思い出の品は、食らいなさい、食らいなさい、せっせっさかった。
ですか。久しぶりだね、溝口くん。俺を覚えているかい。君は、ユーゴ、山田ユーゴくんなのか。一体なぜ君がこの時代に。探し回っても見つからなかった。いろいろと心配かけたみたいだな。誰にも話せない事情があったんでね。特殊任務だったとでも言うのかい。僕は何でもかんでも君の耳に入ると、あの組織は隠し事が多い、そういうところだったろう。まあそれはそう。とにかく今の俺は君、安心して俺に従ってくれ。では。ここまでに倒した画面に出ているな。ここでは僕の持っている、ここでは使用している BGM、SE、ボイスの音量を調整してね。BGM。食らいなさい。やあ小林くん、こんなところでどうしたんだい。いや何も言わなくても。しかし君も私とこんなに近くに、奴らと戦っている。まあ奴らに対してのアプローチはただ協力は惜しまない。霊峰学園の四天王ヘッドとしてもう少し君臨、その方が周囲の高校の秩序。ほっと少々話しすぎた。ではまた会おう。と呼ばれている敵がどこかのエリアに。マーカーが現れると敵戦闘員の力が先に見つけて倒した方がいい。それとマーカーは一般人が他の敵よりは戦いやすいみたいですが。
行け行け。
せい。